1450年頃のペールペール、またはイングリッシュペールは中世後期にイングランドの直接支配下にあったアイルランド島の地域である。15世紀後半にはダブリンの南にあるドーキーから弾道区の守備隊の町まで伸びる東海岸に沿った地域に縮小されていた。1169年からロバート・フィッツ・ステファンの指揮のもとイングランドとウェールズのノルマン軍が ウェックスフォード県のバノー湾に上陸した。ノルマン人は、その後70年間にわたって島を征服しようとしたが、攻撃は1235年のこの音の占領にまで及んだ。侵略者は当初、党の約3分の2を支配していたが、14世紀から15世紀にかけて領土を失い、1495年には、東側の4つの州の領土だけが、 イングランドの下に置かれるようになった。ペールの国境は、段道区の南、ブラックロック付近から始まり、フェーン川に沿って内陸に伸びていた。アーディーまで達し、そこから海岸に向かい戻ると、ウィックロー県のブレー付近まで達していた。1430年に、イングランド王ヘンリー6世は、革新民に10ポンドの助成金を与え、少なくとも、長さ十九フィート、幅十六フィート、 高さ40フィートの大きさの城、要塞、または要塞化された塔を建設することを保障し、これらの地域におけるイングランドの存在感を強化した。要塞化された建物の一つがターモンフェキンにあるタワーハウスである。1488年の法令による、フェール14世紀から15世紀にかけて、ノルマン人の政治的、文化的な支配はダブリン、ウェックスフォード、 アルスターの飛び地周辺の沿岸部に限られていた。島の残りの部分は、ほとんどの場合、地元の習慣を維持し、初期アイルランド法の法制度を守り、アイルランド語を話す、アイルランド人によって支配された。さらに、同時代の人々は、アングロノルマンの貴族がしばしば地元の文化に早く適応し、アイルランド語を採用し、国民的な方法で子供を育てたという事実に、 批判的だった。イングランドの支配は保護措置が取られたような悲惨な状況にあった。ペールの西の境界線は一部残豪フェンス、警備施設で要塞化されていた。1367年に制定されたキルケニー法では、ペールでのアイルランド語の使用が罰せられる、犯罪とされた上、アイルランド人を殺害しても犯罪とはみなされなくなった。 1494年にはポイニングスポーが制定され、1695年からは警報が制定された。15世紀末、ペール族の行政機関は、堀に囲まれた泥下に置かれており、国境や襲撃からの保護の役割を果たしていた。ペールという言葉は、1509年にイングランド王に即位し、1541年からアイルランド王にもなったヘンリー・パスセイの知性まで、 使われていた。ペールという用語は他の国にも適用された。中で、ペール・オブ・セトルメントという用語は、ユダヤ人の居住が許されていたロシア帝国の西側の地域に使用された。ノーザ・ンアイルランド、ョートヒストリー。BBC、2012年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月10日閲覧。 abc the English p e ア in Ireland in the Independent f o m 26 mrz 2004アブジェロー、oh、ハン am1 セプテンバー2014スタッチツオブキルケニー 1367a.d.auflibraryirlant.com アブジェロー、oh、ハン am1 セプテンバー2014、ポイニングスロードット、a u f l i b r a r i r e l a n d c o m アブジェローハン AM1、セプテンバー2014、ダナーアノルド、カルチュラルアイデンティティズアンドザイスセテ,ティクスオブ、ブリティッシュネス、マンチェスターユニバーシティプレス、ニューヨーク2004、ISBN0 から719067685、S59、ペール、P59。 Google Books Hat P-A-L-E-O-F-S-E-T-T-L-E-M-E-N-T-A-U-F-J-E-W-I-S-H-E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A dot、e 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 e、com アブジェロファン AM1 セプテンバー2014ありがとうございます